笹田和秀とは、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属する、調教師である。主な管理場に2011年の優秀品場優勝場、エリンコートがいる。妻、笹田宿は、JRA 発の女性調教助手として知られる。州都は、伊藤裕二。ニュージーランドでデビューし、現在は、地方競馬の兵庫県競馬組合の機種である、笹田智宏は次男。 広島県福山市出身。父は地元の福山競馬で馬主資格を持っていた。栄心高校時代はサッカーで広島県選抜に選ばれるなど活躍し、その後拓殖大学に進学。在学中、中央競馬の休務員に突いでいた重視から大卒の旧社関係者が増加していることを聞かされ、もともと馬好きであったことから、大学卒業後の1980年に、 重子の夫が勤めていた、離東、島崎博史旧社に、休務員として入った。翌1981年に調教助手資格を取得。1983年、調教師、伊藤雄二の長女、宿と結婚。これに伴って、伊藤旧社に移籍した。伊藤旧社では、攻め戦として、ウィニングチケット、エアグルーブ、ファインモーションといった、GI 優勝馬の調教を担当。 時に、伊藤の代理も務め、その右腕ともされた。2007年、伊藤の定年引退に伴って、梅田智幸旧社に一旦移籍の後、翌2008年に調教師免許を取得。1年間を研修の状態で過ごした後、2009年に自身の旧社を改良し、同年3月21日に管理場、ベルトマイスターで初勝利を挙げた。2011年4月、 定年引退した池江アスローから管理を引き継いだレディアルバローザが中山品バステイクスを制し重傷を初制覇。同5月22日にはデビュー時から管理したエリンコートがオークスに優勝し GI 競争初制覇を果たした。2011年10月26日、園田競馬第11競争で管理場名称ボルトに友廣が起場し、 日本での初勝利を挙げた。カッコ内は笹田管理下における優勝重賞競争、太字は GI 級競争、謝地は地方競馬の重賞。ありがとうございます。